毎年ストーブリーグで多くの FA 選手を獲得してきた読売ジャイアンツ。移籍してきた選手の中には居場所を得て活躍する人もいれば、期待された働きができず不良債権と笑い物にされてしまう選手も多くいました。そこで今回は巨人に移籍後不良債権と呼ばれてしまった5人の選手について紹介していきます。安定より挑戦を選んだ男。まず紹介するのは2021年にベイスターズから移籍してきた梶谷隆之選手です。2006年にドラフト3位で横浜ベイスターズに入団した梶谷選手。プロ入り後2年間は1軍での出場機会に恵まれませんでしたが、中畑清氏が監督に就任した2012年から出番が増え始めます。内野手から外野手へと転向した2014年にはレギュラーに定着し盗塁王を獲得。2014年から2017年まで4年連続でホームラン10本、20盗塁を達成するなど、走、攻、守のバランスに優れた選手へと成長しました。そして2020年シーズンは3割2分3厘というリーグ2位の打率に加え、ホームラン19本、53打点とキャリア最高の成績を残し、シーズン終了後に FA 宣言をします。そして4年契約、推定総額8億円で、読売ジャイアンツへと移籍しました。FA 宣言をする前、梶谷選手は安定と挑戦の間で揺れ動いていた胸の内を語っています。横浜っていうチームに14年間お世話になって恩はやっぱり今でもありますし、最後までいて終わった方がいいのか、自分の頭の中には安泰とか、ずっと同じチームにいた方がスマートというか、変な気を使わないでいいっていう環境が変わらないってことが自分にとっては良くないんじゃないか、環境を変えるイコール厳しいことになるとは思っていたので、そういうところに飛び込んでみたいっていうのがすごい強かったですね。こうして挑戦する道を選んだ梶谷選手。しかし移籍1年目は左太ももの負傷、右手の骨折、腰痛など次々と怪我に見舞われます。結局61試合の出場で打率2割8分2厘、ホームラン4本、23打点という寂しい結果に終わってしまったのです。復活を誓った2022年でしたが、3月に膝の不調を訴え、左膝内側半月板の縫合手術を受けることに。現在はリハビリ中で、今シーズン中の復帰は絶望的となっています。自ら厳しい環境に飛び込んだ梶谷選手の来年以降の復活に期待したいところですね。真面目で優しいラーメンマン。2人目は2014年に広島カープから移籍した大竹貫投手です。大のラーメン好きでラーメンマンとも呼ばれる大竹投手は2001年のドラフト会議でカープから1位指名を受け入団。2005年頃から実力を見せ始め、威力のあるストレートとスライダーを武器に先発ローテーション入りしました。右肩の故障があったため2010年と2011年は登板数を大きく減らしましたが、2012年は24試合に先発し11勝を挙げ、見事カムバック賞を受賞します。そして2年連続の2桁勝利を挙げた2013年のシーズンオフに FA 宣言。3年契約、推定総額5億円でジャイアンツへの入団が決まりました。背番号はカープ時代と同じ17で、背番号くらい勝てるように頑張りますと意気込みを語った大竹投手。移籍1年目の2014年は17勝とまではいきませんでしたが、9勝を挙げてチームのリーグ優勝に貢献しました。しかし翌2015年は不振に陥り2軍落ちを経験。1軍での勝ち星はわずか3勝に終わってしまいます。その後期待された成績を残すことができず、2018年の登板は2試合のみ。それでも2軍では17試合に登板し9勝4敗、防御率 2.97 とまずまずだったことから、減額制限を超える 50% ダウンの推定年俸2625万円で契約を更改しました。もう後がないという思いで迎えた2019年からは中継ぎへと移り、32試合の登板で4勝8ホールド、防御率 2.77、 翌2020年も1勝16ホールド、防御率 2.59 と輝きを取り戻しつつありました。
しかし2021年に右膝痛を発症。懸命のリハビリも実らず、10月22日に引退を発表します。一方、大竹投手の人的保障として、ジャイアンツからカープへと移籍した市岡隆二投手は、新天地でチャンスを得て大ブレイク。移籍1年目は31試合の登板で16ホールド、防御率 0.58 という素晴らしい成績を残し、その後もセットアッパーとして活躍しています。好調だった市岡投手と比較されたこともあり、大竹投手の獲得は失敗だったとも言われました。しかし大竹投手はその穏やかで優しい性格から、投手陣のオアシスとしてチームメートから慕われる存在だったとか。今後はジャイアンツの巡回トレーニング統括補佐として、チームメートを癒し続けてくれそうです。イケメンスピードスター。3人目は2014年に西武ライオンズから移籍した片岡康之選手です。片岡選手は2004年のドラフトで、ライオンズから3位指名を受けてプロ入りしました。プロ入り1年目から内野のレギュラーに定着し、50メートル5秒8という俊足と全力プレーを武器に、2007年から4年連続で盗塁王を獲得。2008年は最多安打とベストナインも受賞し、ジャイアンツとの日本シリーズでは7試合すべてでヒットを放ち5盗塁を記録。逆転日本一の足がかりとなる神走塁を見せました。2009年のワールドベースボールクラシックでは日本代表にも選出され、名実ともにライオンズの顔となった片岡選手は、2013年のシーズン終了後に FA 宣言。2年契約、推定総額3億5000万円で、子供の頃から憧れだったというジャイアンツへの入団が決まりました。かつてのジャイアンツには西利久という絶対的なセカンドがいましたが、西選手がいなくなった後はセカンドに定着できる選手がいませんでした。そのため俊足高打で30歳と脂の乗った片岡選手の入団は内野手の強化につながると期待されていたのです。こうして迎えた移籍1年目の開幕戦。片岡選手は移籍後初ヒットをホームランで飾り、幸先のいいスタートを切ります。しかし徐々に調子を落とし、8月に2軍落ち。最終的に126試合の出場でチームトップとなる24盗塁を記録したものの、打率は2割5分2厘と、期待された数字は残せませんでした。翌2015年は4月に通算300盗塁を記録しますが、故障や不振による2軍落ちを経験し、113試合の出場で、打率は2割4分4厘。規定打席には到達できませんでした。2016年は同じポジションのルイス・クルーズ選手の加入により、スタメンから外れることが増えると、その後は下半身の不調、左手の骨折、右膝の故障など怪我に悩まされ、ついに引退を決意します。もう一度一軍のグラウンドに立ちたいと思ってやってきたので悔しいです。応援してくれた方に恩返しできなかったことが心残りです。最後にもう一回、走りたかった。こうして、イケメンスピードスターは、2017年シーズンをもってユニフォームを脱いだのです。引退後は2軍内野守備走塁コーチを務め、私生活ではタレントのベッキーさんと結婚しますが、2021年に退団。今年からは野球解説者として活動をしています。寮暮らしの宇宙人。4人目は2006年に中日ドラゴンズから移籍した野口茂樹投手です。1993年のドラフトでドラゴンズから3位指名を受けてプロ入りした野口投手は、入団から10年ほど選手寮に居座っていたため、チームメートから宇宙人と呼ばれていました。3年目の1995年から若手の先発候補として積極的に起用されるようになり、翌1996年には開幕から先発ローテーション入りします。勝ち星が挙げられず2軍落ちした時期もありましたが、8月11日のジャイアンツ戦では、四死球を6つ出しながらも、ノーヒットノーランを達成。この年に挙げた5勝の勝ち星は全て完投でした。1998年には課題だったコントロールが改善し、チーム最多タイとなる14勝を挙げます。先発完投型のエースとして活躍した野口投手は、ドラゴンズ在籍13年間で最優秀防御率2回、最多奪三振、MVP、ゴールデングラブ賞など数多くのタイトルを獲得しました。
FA 宣言をしたのは2005年のシーズン終了後。野口投手はドラゴンズの生え抜き選手として初めて FA による国内移籍をした選手となり、2年契約、推定年俸1億円でジャイアンツへ入団しました。しかし移籍1年目はローテーション争いに生き残れず2軍スタート。5月14日に移籍後初先発を果たしますが、3回5失点で降板となります。そして試合後に左肩痛を発症し登録を抹消。1軍での登板はこの日の1試合のみで終わりました。翌年はリリーフとして開幕1軍入りするも、31試合の登板で防御率 4.30 と振るわず、オフの契約更改では 75% 減の評価を下され、年俸2500万円となります。そして2008年は1軍の登板がないままシーズンを終え、戦力外通告を受けます。ジャイアンツ在籍は3年で、わずか1勝で終わってしまいました。一方で野口投手の人的保障としてドラゴンズへ移籍した小田康平選手は、移籍後9年間在籍しました。小田選手を獲得した当時、落合監督は次のように語っています。小田がプロテクトから外れているとは思わなかった。大儲けと言っていいんじゃないかな。出場試合数は少ないものの、チームを明るくするという役割に徹し、小田選手はチームにとって必要な存在となったのです。対照的にジャイアンツでは居場所を得られなかった野口投手ですが、現在は営業マンとして働きながら、ドラゴンズ主催の少年野球スクールの講師やスポーツ専門チャンネルの解説を務めています。ノムさんの教えに背いた男。最後にご紹介するのは、1995年にヤクルトから移籍した広沢克己選手です。1984年のドラフトで日本ハム、ライオンズ、ヤクルトの3球団から1位指名を受けた広沢選手。抽選の結果ヤクルトへ入団します。ルーキーイヤーからレギュラーに定着し、池山貴弘選手と共にイケトラコンビと呼ばれ、豪快なバッティングでファンを沸かせました。ヤクルト在籍10年間で打点王2回、ベストナインを4回獲得するなど、安定した活躍を見せていた広沢選手。しかしその一方で待遇をめぐって球団社長と対立してしまい、1994年のオフに FA 宣言。5年契約、推定年俸1億8000万円でジャイアンツへ入団しました。この当時のことについて広沢選手は次のように語っています。移籍前に、当時ヤクルトの野村監督からは、巨人の体質を考えたら、行かない方がいい、と反対されていました。でも、ヤクルトに残って後悔するなら、FA しての後悔を選ぼうと思ったんです。こうして野村克也監督の反対を押し切った広沢選手を待っていたのは、辛く苦しい5年間でした。本職であるファーストには、巨人の不動の4番バッター、落合博満選手がおり、広沢選手は慣れない外野手での起用ばかりとなります。それが影響したのか、移籍1年目の打率は2割4分で終えます。広沢選手が2割5分を切ったのはこの年が初めてでした。さらに翌年のオープン戦ではデッドボールを受けて骨折。回復後も出場機会はなかなか増えず、シーズン終了後に自ら自由契約を申し入れます。結局フロントに引き止められて残留することになりましたが、自分のバッティングが取り戻せず、1999年のシーズン終了後に自由契約となりました。その後は、野村監督が指揮するタイガースへ移籍して現役を続けますが、2003年シーズンをもって引退。引退後はタイガースの打撃コーチやカンボジア代表のコーチなどを務め、現在は野球解説者として活躍しています。確かな実績と実力を持っていても、人気球団への移籍によって、大きく運命が変わってしまうのはプロの厳しさゆえかもしれません。